今日ちょっとこういう感じで、ね、マスクしてますけどね。マスクね、うん、やっぱり今これがもう当たり前にね主流ですなってますから。あ、まあ、ちょっとでもねちゃんとマイクありますからバッチリ入ってる、ね、マイク。マイクどこにあるの？これですか？あ、これマイクなの？これです。あ、こんなちっちゃいねマイク。マジで？絵だけじゃなく音声大切だから。そうですね、うん、何言ってんのかな、うん、百瀬は、あ、嘘言ってるこれ。いや、嘘は言わないけど滑舌は悪い。それは先に言っとく。今日は、うん、お疲れ様でした。いや、お疲れ様でした。何をやってきたかと言いますと、うん、札幌国際スキー場で、うん、なんですかあれ、 SAJ、 あれはね、SAJ のオフィシャル行事が、まあ、これから本来だったらあるはずだったんですけど、それがまあ中止になってしまったということで一回カットする。一回カット、カット。いや今ちょうどね、ちょうど YouTube 撮影してたって話です。いい、これ何チャンネルですか？まさか金ちゃん。マジですか？出ちゃうんですか？僕スキーチトークに出るという。月一の、はい、なんかいろんなこう何でもありトークをいろいろやってて、なんか緊張してきちゃいましたよ。ちょっとあの紹介遅れましたけど、ナショナルデモンストレーターの丸山太郎選手です。いや、どうもどうも、こんにちは。こんにちは。いや、すごいタイミングが入ってきてるね。すごいタイミングが来たね。なってるな、やっぱりな。これから百瀬の面白くないトークでおいよかった。それをみんな知ってんだから言うんじゃないの。SAJ のやつ、はい、うん、はい、まあこれ多分後日 ね、 そうですね、 YouTube のそう、SAJ やると思います。SAJ の今日撮ってきた、はい、動画ってあるじゃないですか、はいはい、あれはなんていうチャンネル名なんですか？あれはですね、スノージャパン TV っていう。スノージャパン TV チャンネル、はい、スノージャパンっていう SAJ のキャッチがありますよね、はいはい、あれのオフィシャルチャンネルができたんですよ。あるんですよ、もうすでにあるよ、ね、あるんですよ、うん、そこに出る。あ、なるほど。あれ見ました？あの、なんだっけ、研修会テーマ。そうです、そうです、うん、見たよね、当然。いや、誰に言ってんの？見たもあれば作ってる人ですその割に、なんていうチャンネルだっけって言ったいや、今高尾来てくれなかったら嘘のチャンネルの名前言うとこだったよね。うん、まあほぼね、丸山さんがディレクションしてましたね。私は横で、まあサポートで。あれはね、僕がディレクションしたんじゃなくて、僕はあの言われた通りにやってるだけなんです。あ、そうなんですか。現場仕切る。はあ、そうなんです、うん、へえ。まあでもほら、仕切る人がちゃんといないとね。まあそうですね、現場回らないんで。でも滑ってくれるメンツがもう半端ないじゃないですか。まあ確かに一番バッターですから、すぐアピールするから一番モモセだ一番モモセーつって俺もほら一応2回ぐらいナショナルでもやってる。ああ、そうですね、先輩ですね。そうだ、2期。その当時はこんな感じで、あ、でも撮影班じゃなかったからね、俺分かんないけど、こんな感じでやってるんですか？大体これからやろうと思ってるんですよ。持ってるんですって、僕が決めてるみたいに言っちゃダメかもしれないけど、これからのゲームマシクはやっぱりこういうコンテンツ撮りをして、で、まあクリエイティブにちゃんと発信していく。クリエイティブ一番苦手なやつだね、うちらが。クリエイティブって日本語訳したね本当大切ですよね、これからこういうメディアで発信していくっていうのはね。特にその中でね、こういうあの今みんながこれでしょ、スマホやってる中で、うん、こうサクッと見れる動画、うん、浸透してきてるし、大事になってくる時代に入ってきてるんじゃないかなと。いや、本当ね、うん、まあ、そういうチャンネル、まあ、今シーズン 1年目ですか？そうですね、これからまだ、まあ、今年合宿が中止になってしまったから、うん、実際はスタートできなかったんだけど、うん、まあ、こういう集まれる北海道のでもと、うん、まあ、僕が来たんですけども、うん、それで、まあ、例えば始まったんで、うん、これからですね、これから、はい、で、まあ、ちょっと補足すると、うん、そこでこうやって撮らせてもらって、うん、どんどん出してもらう、うん、2000年、うん、で、その総集編はちゃんとオフィシャルブックっていう本はね、刊行あるし、伝えてるじゃないですか、はいはい、今、大和警告者ですけど、うんうん、そこにある DVD っていうのは、いや、それらの総集編なんで、
なるほどね、それも絶対ぜひね、はい、あの手に取ってもらいたいんですよ、はい、あのスマホが主流になってきてるけど、うん、まあ、DVD も見たい方、うん、ね、そうね、特にあのご年配の方はスマホ持ってない方もいるし、そうそうそう、あとこういうコンテンツを見てってそれがまとめることはしないじゃないですか、うんうん、すぐ見れていいんだけど、うん、それがまとまった DVD がオフィシャルブックに入ってる、うん、なるほどね、そのオフィシャルブックはぜひ手に取ってください。またまた、うん、またまた、またまたゲストが、お前ゲストがまた、うん、また一人増えましたこれ、まあ、そこに、うん、ナショナルデモンストレーターの須川直樹選手です。よろしくお願いいたします。いや、何の番組ですかこれ。金閣寺ちゃんです。金ちゃんね、久々です。あの有名な金閣寺チャンネルもこんな形で出るの。でも前にさ、あの戸隠で出たよ、ね、インタースキーの合宿、はい、インタビューしていただきましたよ ね、リフトの上でさ、はい、あれもすごいみんな反響が、あれもね、うん、インタースキーのあれはインタースキーはね、一応素材はあるもう完全にお蔵入りみたいな感じになってる。あれも結構面白かったんだけどね。じゃあちょっとあの私、あ、そろそろすまん、すまん、いやちょっとじゃあなんかあの何でもいいんで、はい、アピール、あ、そういえばスキー TV、 あ、そうなんですよ、はい、シーズン4、シーズン4が2021年1月11日、はいはい、月曜日、うん、今までね木曜日だったんですけど、はい、今年のシーズン4が月曜日夜9時月曜月9に進出です。皆さん月9です。しかも第1回目が111の月9です。何時から？夜9時です。12週連続放送が決定しましたので。うわっ、すごい。やはりね、あのこういう状況なので、うん、まあ、その辺いろんなことを配慮しながら進めますけども、やっぱり北海道から撮影に。ああ、そうなんだ。入る。入ります。うわー、すごい。そちらの方も、はい、まあね、お楽しみいただければと思います。じゃあ岡部さんとまた2人で、そうです、岡部哲也と丸山の高尾で T&T っていうユニットができました。 TT ですね、 TT あの TT だとそうなっちゃう、あ、違うな、岡部さんもそれやるわけない、振りかな、振りなのかな、やるのかもしれない、ぜひあの楽しみいただければと思います。1月11日、はい、夜9時から、はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。いやーもう貴重なね時間をいただきました。またぜひ出してください。はい。ぜひぜひ。じゃあ須川くんまた今度ね。はい。またじっくりします。丸山高尾さん送ってきます。じゃあねー。気をつけて。はい、いやいやいや。本当やらせなしでいきなり。いきなりね。こうサムネ決まりましたね。サムネが。サムネ決まっちゃったね。今の絵面で、ね。ゲストがいなければ成り立ちませんよ、この金閣寺チャンネルは。いや、そりゃそうですよ、ね、うん。いや、映像、そうだそうだ。映像といえばほら、うん、最近ほら、佐々木明さんが。はい。出したでしょ、ツインピークス。出しましたね。この数年かかって、撮りため、アキラプロジェクト、アキラズプロジェクトの要は集大成的な、うん、集大成というか、まあ、第一弾なのかな、ここがスタートっていうふうになんか書いてあったような気がする、うん、あのモンゴルのね、あの氷ですよ、もう氷、うん、氷のもうワールドカップレーサーとして一番こう実は得意だったかもしれないみたいな、うん、そういう絵があってね、うん、まあ、まあ見たと思うけどさ、うん、あれは本当ねびっくりしたね、いや本当だよね、うん、こんな氷のとこあのスピードで滑れるの、いやすげえな、本当にな、あ、やっぱアキラのポテンシャルすげえな、うん、どこあの映像のどこがいい、なんか印象残った場面とかってある、ん、俺、うん、なんか俺谷、最後谷川だよ、過去のね、あったでしょ、俺いろいろこう言ったけどね、うん、まだ見てないんだおいアキラごめん、まだ見てないんだわ、どちらかというとこっちの方が先に見なきゃいけない付き合い長いんだ俺なんかもう大した付き合いもないんですから、俺が一番見てんの、見たいんだよ、いや見たいんだよ、見てくださいよ、もう携帯でねこうすぐダウンロードできるわけです、いやほんとね、え、見たの、いや見ましたよ、あ、見た、見ました見ました、
で見て、うん、俺なりの感想をね Facebook に書いてシェアしたんですよ、うん、じゃあすぐコメント出てきたアキラ結構ねキャップの Facebook 見てるねコメントしてくれる、うん、あれは見た方がいいですよほんと、うん、何それって携帯からどうやって見れるの携帯のね、うん、あの Vimeo っていう要は YouTube じゃなくて、うん、あるね、うん、青いやつねそうそう、うん、あそこから課金してあの見ることできますかあれ500円かなめっちゃ安いからそれってデータで見れるそう1回500円で課金して買えばもうずっと見れる、うん、あなるほどねいや今すぐこれ見てるからすぐあの調べて課金してください、はい、このアドレスねこの下の概要欄に貼っときますからなるほどねアキラズプロジェクトツインピークス、うん、でもあれさあの、まあ、データでこう見る、うん、見れる方法もあるけど、うん、DVD もあるでしょ DVD もある ね売ってるよねうんあれなんだっけ強化費何なんだあジュニア育成の強化費にその売り上げを当てるっていういや素晴らしい活動してますよさすが佐々木明さんね、そんないやねそんな人がまさか去年とかもさ金閣寺チャンネルにね出てさあのこれね男は黙ってこれでいいっしょあれは本当面白かった面白かったね編集しながらね何回も笑っちゃったもんいやその時に編集してる時さ俺とあの同じ部屋だったし内場でねもう後ろ姿でこうやって肩揺らしてんのよずっと笑ってんの面白いいやでも本当面白いんでもし見てない方いたらぜひねぜひチャンネルの方から見てもらえればねダウンロードしてね、はい、500円ですからめっちゃ安いよああのツインピークね、うん、ツインピークスっていうあの最後あのタイトルの意味が最後まで見れば分かります、ね、最初何だろうなツインピークスって2つの頂くって何だろう、うん、ここでは言いませんけど最後まで見たら分かります、うん、あそうなんだなるほどねいやーほんとねなんか札幌にもでも来るよねうんあー上映会ね上映会で、うんうん、あじゃあそのスケジュールも貼ってきますかしらねそうだねうん、うん、いやいやいや素晴らしいツインピークス佐々木明さんのぜひ皆さん見てお願いします、うん、ということでね